私変なんです。だってあの人たちただ桜の木を折ってただけなのに、私あんなことをしちゃって。でも私のせいでひどい怪我を、本当にごめんなさい。戻らなかったら、私のために記憶探し頑張ってもらってるのに、今は私自分が誰なのかはっきりさせたいんです。でももし私の記憶が戻らないときは、私どっち使っていいんですか？回ってみます。はい、分かってます。お兄さん、おはよう。いいわね、朝から楽しそう。おはようございます。おはよう。あなたもこんな可愛い子を泣かすようなことしちゃダメよ。大切にしてあげなさいよ。何？わかってるわよ。もしバレたって私のおばさんだから、なんとかしてあげるわ。お世話になります。本当だ。この北風のどこがいい天気だっていうの？何か隠してない？それはどうも。ゆうことめぐみも飲むでしょ？ラッキー。あのね、ねえちょっと、あれ？なんだろうこれ。キーホルダー？あ、これあいつのだ。しょうがないな、後で届けてやるか。